ライエテレマークスキーデモンストレーターの入倉洋二です。今日はゲレンデをテレマークスタイルで楽しむということでやっていきたいと思います。一口にテレマークといっても、道具の規格や遊び方それぞれスタイルがたくさんあります。そんな自由で懐の深いところがテレマークスキーの魅力だと思っています。今日はちょうどいいことにパウダーの日なので、早速まずはこのパウダースキーで楽しんでいきたいと思います。なんていうのかわかんないです。クロスカントリーダウンヒルとかで、靴も革靴より柔らかいガルモットのベンチャーです。次はジャンプのスキーで滑ってきます。